お疲れ様です。プロの関口です。さあ、本日はですね、皆様の敵に対する意識をガラッと変えたいと思います。さあ、敵だって言ったらですね、皆様はどういったイメージをお持ちでしょうか。きつい、酔っ払う、罰ゲームとかね、もうろくなイメージないと思います。で、ね、僕もね、その一人でございました。若い頃はですね、先輩にですね、いつね、敵だ、生きだ、敵だ、生きだって言ってね、わかりましたって言ってね、このね、常温のね、瓶の敵だをね、生き延びとかしたりしました。といったところですね、大半の方はですね、もうね、やかましい若者が飲むんでしょうとかね、思ってるかもしれませんけども、これはね、完全にね、日本人の飲み方が悪いです。日本人の知識のなさが呼んだ悲劇と言ってもいいと思いますね。っていうぐらいですね、このね、もうテキーラにはですね、もうメキシコ人の魂が入ってるわけです。じゃあとはいってもですね、じゃあいきなりテキーラのストレート皆さん飲みましょうよと、こうやって飲むんですよってやったときで、なかなかいきなりストレートを飲むことは難しいと思います。今日はですね、僕が皆様の苦手克服のためにですね、いろんなカクテルをね、お見舞いしたいと思います。ジュースで割ったりとか、炭酸で割ったりとかですね、生のね、果物を使ってみたりとか、バニラアイスを入れてみたりとかですね、まあどれか一杯ぐらいはですね、皆様にクリティカルヒットするんじゃないかという期待を込めまして、今日はね、たくさんご紹介していきたいと思います。まずはですね、テキーラカクテルから慣れていきましょうと。最終的にはですね、もうストレート飲めるようになってしまうっていう回でございますので、ぜひねご覧くださいませ。じゃあですね、まずですね、テキーラについてちょっとだけ知っておきましょう。じゃあテキーラ言うとりますけど、テキーラっては何かといったらですね、メキシコにはですね、ハリスコ州というのがございます。その中にグアダラハラ市っていうのがありまして、テキーラ地方っていう地方があります。でそのテキラ地方で1700年代から作られている地酒ですね。この地酒のことをテキラと言います。地名がお酒の名前になったわけですね。まあ、分かりやすい例で言うと、あのシャンパーニュ地方ありますよね。シャンパーニュ地方。シャンパーニュ地方で作られているものはシャンパンでございますよね。あとコニャック地方。コニャック地方で作られているものをコニャックと言います。といったところで、テキラ地方で作られてからテキラというわけですね。なので同じ製法、同じ原料で作っても、テキラ地方で作らないとそれはテキラと呼べないわけですね。テキラ地方っていうのはですね、それほど特徴のある気候があるんです。そして土壌があるわけです。またそこの人たちによって受け継がれていった職人技とかですね、伝統っていうものがあるわけですね。なんで他の地域では真似できないものがそこにあるわけです。さあ、じゃあテキーラはですね、どうやってできたかっていうところからご説明したいと思います。メキシコにはですね、もともとプルケというお酒がございました。プルケ、はい、プルケっていうものはですね、このリュウゼツランの搾り汁を発酵させて醸造したものですね。これはね、なんと西暦200年頃なんで、1800年前ぐらいからございました。でね、このプルケっていうお酒なんですけども、飲んでみたらですね、甘酒と全く一緒です。なぜこの甘酒にいたプルケがテキーラになったのかというとですね、これはね、そう、メキシコっていうのはですね、スペインの植民地にされてたわけですね。当時のヨーロッパの歴史はね、もういらんことばっかしますけども、まあ、唯一ね、良かった点といったらですね、植民地になったことによってですね、ヨーロッパから蒸留技術っていうのがメキシコに入ってきました。で、このプルケっていうのを蒸留したわけですね。このプルケを蒸留した時にできたのがメスカルというお酒です。はい、で、ここでちょっとね、テキーラに近づきました。でもメスカルはテキーラじゃないので、そうです、テキーラと名乗るためにはですね、なんとここでね、政府が介入してきました。政府 CRT というテキーラ委員会っていうのができました。メスカルの中で CRT の基準を達成したものだけがテキーラと名乗るようになりました。で、この CRT がですね、まあ、くせ者でございまして、もういろんな規制がございます。テキーラ村で蒸留されたものじゃないとテキーラとはまず呼びません。さっき言ったやつも政府が決めてるわけですね。 CRT のね、規制について簡単に言うと、原料であるアガベをですね、 51% 以上使ってないとテキーラと呼びます。蒸留を2回することとか、メチルアルコールが 1ml あたり 3mg 以下とか、最終的に瓶詰めした時のアルコール度数は35度から55度の間じゃないといけないとかね。これはね、違反した業者がもしありましたら法律で罰せられます。それぐらいがっつりとしたものです。さあ、皆様興味を持っていただけましたでしょうか。では、ね、今からですね、美味しいテキラカクテルを皆様にお届けしますので、ぜひ気になるものがありましたらぜひ作ってみてください。では始めましょう。スタート。それではテキラサンライズを作っていきます。まずこういったワイングラスをご用意ください。こちらに氷を入れましたら、テキラを 30ml 入れます。そうしましたらオレンジジュースで満たします。こちらをよく混ぜていきます。混ぜ合わせましたら、今度はこちらグレナデンシロップを沈めていきます。グラスの底の方に沈めていきます。この時ですね、氷に当てないように直接もう沈めていきます。下に落とすイメージですね。最後にオレンジのスライスを飾って完成です。イメージとしてはですね、こちらオレンジを朝焼けの空です。そしてこちらの赤ですね、下に沈んでいる赤が太陽を表しております。日本でもテキーラカクテルといえば一番有名なカクテルかもしれませんので、ぜひ皆様こちらから飲んでみてください。美味しいです。ぜひお試しください。それではエルディアブロを作っていきます。まずこちらに氷を入れます。テキーラが 30ml です。次にですね、カシスリキュールを 15ml です。まずこちらをよく混ぜ合わせます。
しっかりと混ぜ合わせまして、こちらジンジャーエールですね、氷に当てないように直接に液体に当てていきます。炭酸を飛ばさないように下にゆっくりとバースも入れまして、上に持ち上げるようにして混ぜます。もうすでにテキーラとカシスが混ざってますので、そこまでジンジャーエール入れてからは混ぜなくても大丈夫です。最後に必ずレモンを絞ってお召し上がりください。こちらのエルディアブロなんですけども、スペイン語で悪魔という意味です。このカシスの赤がですね、悪魔の血に見えるといったところからつけられております。テキーラジンジャーだけだとちょっとうってくるかもしれないんですけども、カシスを入れることによって非常にまろやかで飲みやすくなっております。テキーラが苦手な方にぜひ飲んでみてもらいたいなと思います。はい、ではマタドールを作っていきたいと思います。マタドールはですね、闘牛士という意味でございます。闘牛士の中でも花形ですね、牛にとどめを刺す闘牛士のことをマタドールと言っておりました。闘牛士なのでスペインのカクテルかと思いきや、スペイン統治下のメキシコで生まれたカクテルでございます。こちらはシェイクで作っていきます。テキーラなんですけども、いろんな種類がございます。シルバーとかゴールドとかございます。まあ、どれを使っていただいてもいいんですけども、できれば癖のないシルバーを使っていただければ美味しく作れると思います。こちらを30ミリ入れていきます。次にパイナップルジュースですね。生を使うのが一番いいんですけども、まあ、生のパイナップルもなかなか大変ですので、ジュースでも大丈夫です。こちらを45ミリ入れますね。テキーラとパイナップルというのは非常に相性がいいです。ぜひですね、いろいろな組み合わせを楽しんでみてください。そうしましたらです、今度はですね、ライムシロップですね、こちらを15ミリですね。生のライムジュースを使う人もいますし、レモンジュースを使う人がいるんですけども、まあ、僕の考え方ですけども、マタドールはふわっとした甘さを出したいのでシロップのライムにしております。この辺はお好みでお使いください。僕のバーテンダーの先輩はマタドールはイメージ的に酸っぱい方が合うと言って、生のレモンの果汁を入れてたりしました。この辺はお好みですね。ではこちらシェイクしていきます。イメージとしましては、パイナップルをですね、泡立たせるようなイメージですね。はい、そうしましたら、まず注いでいきまして、シェイクの氷もそのまま入れます。はい、お待たせしました。こちらマタドールでございます。非常に美味しいです。テキーラも感じるんですけども、非常に飲みやすいですね。トロピカルですごく飲みやすいですので、ぜひね、テキーラが苦手だっていう方も試してみてください。ナッティープロフェッサーを作っていきます。まずテキーラなんですけども、できればゴールド、また樽熟成が進んだレポサドを使うようにしてください。こちらをまず45ミリ入れます。こちらのレポサドはロックで飲んでも非常に美味しいですので、ぜひお試しください。そうしましたら次、こちらアンズの核のリキュールでございます。アマレットジサロードでございます。こちらを15ミリ入れます。最後にコーヒーリキュールのティアマリアを入れていきます。こちらカルアでも代用可能でございます。こちらも15ミリ入れていきます。あとはこちらをしっかりと混ぜてください。じゃあナッティープロフェッサーでございます。おお、アルコール度は相当きついです。非常にきついんですけども、レポサドの樽熟成をされたテキーラとすごく合います。一気にグイグイ飲めるカクテルではないですけども、非常にね、食後酒とかでお楽しみください。美味しいです。キウイパローマを作っていきます。パローマはメキシコでとても有名なテキーラカクテルです。パローマの作り方としましては、テキーラプラスグレープフルーツとトニックウォーターですね。モーニスタイルですね。このテキーラが乾杯でしたらスプモーニになります。というね、定番の組み合わせなんですけども、リキュールとかに比べるとテキーラのモーニバージョンというのは若干飲みづらさがあります。そこに今回隠し兵器キウイを入れます。まずこちらキウイのヘタを切っていきます。
はい、じゃあこちら皮を剥きましたらグラスに丸ごと1個入れてしまいましょう。こちらを潰していきます。マリアッチテキーラを30ミリ入れます。グレープフルーツを45ミリ入れます。一旦ここでテキーラとグレープフルーツとキウイを混ぜ合わせておきます。潰しきれなかったキウイもここで潰しておきましょう。じゃあ最後にトニックウォーターを氷を避けて注ぎます。下に溜まったキウイを上に引き上げるような感じで混ぜていきます。ガシガシと混ぜて炭酸を飛ばさないようにしてください。最後にレモンを絞って酸味を加えて完成です。キウイパローマです。テキーラの甘みとすごく相性がいいです。テキーラが飲めない方の練習用にぜひお試しください。それではアイスクリームマルガリータを作っていきます。アイスクリームマルガリータはゴールドテキーラを使うようにしてください。まず45ミリ入れていきます。次にバナナリキュールでこちらを20ミリ入れていきます。次にコアントロを15ミリ入れていきます。カリブこちらを15ミリ入れていきます。レモン果汁をですね一絞り入れていきます。あとはですねバニラアイスを1スクープ入れていきます。こちらクラッシュアイスを入れますね。こちら攪拌していきます。こちらグラスに注いでいきます。上から生クリームをのせますね。あとはこちらミントを最後に飾りまして完成でございます。アイスクリームマルガリータでございます。テキーラ好きな人にはたまんないですね。テキーラの味がするのでどうしてもテキーラが飲めないという方はおすすめできませんけども、ものすごく美味しいです。ぜひお試しください。はい、ということで今日は皆様にテキーラカクテルをご紹介させていただきました。最初はねテキーラやっぱ打ってくるかもしれませんけども、だんだんねだんだん慣れてきて美味しく感じてくると思います。となったらもうねこちらのものでございまして、あとはストレートでねちびちび飲んでもらったりとかするとすごく美味しいですし、まあ苦手な方が多いかもしれませんけども、ぜひね克服していただいてお酒の知識の幅っていうのをね広めていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでね本日の講義は以上になります。楽しかったなとかためになったって方はですね、ぜひチャンネル登録かチャンネル登録とあとコメントね何か一言でも残していただければすごく嬉しいです。ではまたお会いしましょう。さようなら。